はい、えー、今回ですね、公明党ですね。まあ、公明党は本当にね、最悪な政党だなと私は評価してます。あの、つい最近まで公明党さんね、結構私ね、うん、いいところかもしんない。多くの方は誤解してるんじゃないかなって思ってたんですよ。今となってはね、公明党はね、いい人もいるんですけども、それも込みで、とんでもないインチキ政党だなと思いますし、 公明党と関わりがあるね、総科学会にも、ちょっとね、一定の不安感を覚えますよね。こんな政党を応援して、選挙の時には、あれほど熱心に公明党さんに入れるようにね、推薦してますけども、どこを見て言ってるんだと思いますよね。本当に、あのー、総科学会の方に見る目があるんだったら、公明党に票を入れるってことを進めない方がいいと思うんですよね。まあ、あいろんな見方がありますんで、これは私の意見ですけどね。ま、あ私にね、 公明党に入れましょうっていうふうに推薦してくださってる方。今までは耳を傾けてきましたけども、今回はね、水かけて追い返しますんで、覚悟してくださいね。で、なんでそうなったかっていうと、最近の公明党の不祥事のせいですよ。本当にね、公明党を代表する数人の方のために、私みたいなね、もしかしたら公明党いいかも。あ、総学会の方みんないい人かも。みたいに思う人の考えも台無しにしてしまったってこともあって、まあ、万死に値する行動だと思います。で、今回はですね、 そんな私の大嫌いな公明党の記事がまたあるんで、わざわざ取り上げてみようかなと思うんですよ。まずね、タイトル。キャバクラに政治資金で支出。うん。公明、ええー、遠山清彦氏が謝罪ってありますけども、これ何なんやと。キャバクラにお金出したら何がいけないんだと思いますよ、私は。キャバクラっていうのも職業の一つで、もしかしたら、キャバクラ差別なのかなと思うんですよ。そこにはね、やっぱりこう、若い、 女性が自分の可能性にかけてね、最高の接客をしようと思って、自分の身一つで勝負している、そういう世界があるわけですよ。なんかね、いまいちね、フラチェのものだっていうふうにキャバクラに対して考えてるんじゃないですかね。まあ、いわゆる、若い女の子を目当てにおじさんが集まるところみたいなね。まさにそうなんですけども、別にこれね、非合法なことでもないですし、認められた商売の中で、あるわけじゃないですか。しかもそこを利用してね、 明日も頑張るぞっていうふうに、うん、そういうふうな気持ちになる、えー、サラリーマンさん、おじさん、おばさん、おばさんいないか、<laughs> おじさんがいるわけですから、それは社会通念上認められる商売なんじゃないかなと思うんですよ。で、そこに対してね、このなんか政治資金で支出って書いてますよね。ちょっとこれね、私の完全なる主観なんで、法的にどうとかね。 常識的にどうなのかっていうのはちょっと置いといて私の感情的にね、これから記事を読みながら勝手なことを言わせていただきます。まず前提として私はキャバクラにものすごく好意的です。私が言ってるからってわけじゃないですよ。言ってないですしね、もう何年も。ただそこで働く女性の方、そして管理する黒服の方、オーナーの方、本当にね、あの私はね、接客業の王様だと思いますよ。だって自分の身一つで、あと何もないんですよ。 ハンバーグ定食一つ出てこないし、価格は高いわけですよ。なのに成り立ってるわけじゃないですか。いや、本当に素晴らしいもてなしだと思うんですよ。うんだからそこについては、私はあらゆる接客業の中でね、キャバクラホストクラブ、これを置いて王様はないと思いますね。うんもちろん、職業にランクをつけるべきではないと思いますけども、私の目線で言うと、キャバクラとかホストクラブにはお金を払っても欲しくないけども、でもね、ちょっと自分の好みに合わないような、 ランチを出すところにはもう二度と行かないですね。うん。まあそういうふうな私の捉え方もしますんで、えー、皆さんとは違う考え方かもしれませんけどもね、えそれを前提にちょっとね、私の勝手なお話をさせていただきます。<laughs> えまず記事ですね。公明党の東山清彦さんは29日、えー、自身が代表を務める、えー、政治資金団体なんとかで、キャバクラやスナック4件での飲食代合計約11万を支出していたや <laughs> 11万ポッチじゃないか いや、11万ぐらい使うでしょ ?4 件行ったら。1件で使いますよこんなの。え、これのどこが不適切だったんですかねなんかあれ、人に怒られたからですかねそれともこれ、奥さんにあんたキャバクラなんて言ってとかって怒られたから不適切だったって言ってるんですかねいや、別に不適切じゃないですよ。もちろん不適切だったっていうふうに評価する人もいると思いますけども、いや、そのぐらいいいんじゃないのっていうふうな、これがなんか世の中、 あの、働くお父さんたちの意見じゃないですかね。ただ自分のお金がないから行かないっていうことだったりとか、こういう時期だから行かないって方はいると思いますけども、通常ね、皆さん想像していただきたいんですけども、キャバクラとかスナックに、うん、まあ、同僚が行った、上司が行った、部下が行ったってことで、それをお前は不適切だぞって言って怒るような、そんな会社員さんいますいないと思うんですよ。11万使ったぐらいでね。 カードで3回払いとか言って払ったことあると思うんですよ、誰でも。いや、これは別にそんなおかしい話じゃないと思うんですけどね。もちろんね、あの、進められたことじゃないですよ、特にこういう時期に。まあ、けど、うん、なんかね、私が思い、言いたいのは、この遠山さんっていう人が、キャバクラにお金を払った事実に対して不適切だったっていうふうに読めるからなんですよ。え、全然いいんじゃないですか。だったら焼き鳥屋だったら不適切じゃないのかってことだったり、 あの、なんか、まあ、なんか全然この人ね、結局ね、ひよってるわけなんですよ。うん。だから、いや、全然おかしくないですよと、こういうことは、みたいなことが言えればいいと思うんですけどもね。もちろん、本当に不,不適切なのかもしれませんけどもね。これどうなんですかね。このキャバクラに行って、11万円払った。しかも、キャバクラとスナック合計4件ってことは、1件あたり2万か3万でしょ。 いや、そのぐらいは、どこ行ったって。私昨日ね、焼肉行ったんですけども、会計そのぐらいしましたよ。二人で行って2万とか。<laughs> いや、そのぐらいかかると思うんですけど、私はね。ランチで寿司行っても5000円ぐらいにはなると思うんですよ。そんな頻繁には行かないですよ。本当に、たまに行くぐらいですけどね。うん、だからこのね、このキャバクラ行ってなんかって、じゃあキャバクラが悪いんかとか、スナックが悪いんかって話になっちゃうんで、キャバクラで一生懸命働いていらっしゃる方が、 自分のことを不適切だったっていうふうな評価を受けるっていうことに対して私はね、遠山さん、うん、ちょっとずるいんじゃないかなと思いますよね、ここはねで。公明党って言って、公に明るいって書きますよね。全然公平でも <laughs>、公明正大でもないじゃないか <laughs> と思っちゃいますよね。<laughs> えー、で、次です。もっとね、悪質なのは、遠山氏は同日、党の幹事、え、幹事長代理を辞任したとか言って、ね、いや、国会議員やめろよ。こんなね、 なんか当番制の、どうでもいい役職やめたからって別にどうでもないわ、みたいなね <laughs>。国会議員やめろよ、その責任感じてるんだったら。なんなんだ、と思いますよね。まあ、ダブルでね、ちょっとせこいな、と思いますよね。で、公明党ってこういうことなんですかね。公明党ってのは、なんか、怒られたら、なんですかね、スクープされて、え、週刊文書とかが入ったら、 うん、なんか慌ててあ、謝ってね、なんかね、役職を、こう、辞任とか言ってね、大げさに言うけど、別にこれ、別に国会議員続けるわけでしょうん、だから辞任するって言うんだったら、もう国会議員辞めろよって話ですよね。それほどに不適切だったっていうふうに言うんだったら。だから何とも思ってないってことなんですよ、この公明党の人はね。多分、この姿を見て、他の公明党の党員さんが何も言わないってことは、公明党みんなこういうふうな人なんですよね、きっとね。で、そういうふうな体質に、 文句を言わず、疑問を投げかけずにね、また次の選挙の時にコメントお願いしますって言うんだとしたらもうふざけんなって話ですよ。ね。これは総合会の方に聞いてもらいたいんですけども、総合会の方ね、こういうことをする人ですよ。あの、キャバクラに行くのが悪いかどうかわかりませんけども、キャバクラに行ったって事実に対して不適切だったみたいなことを言ってね、火消しをしたいのかもしれませんけども、せこいわけですよ。どこが悪いんですかっていうふうなことが言えないのかなと思うんですよ。だって、 キャバクラに行くのって悪いんですかもちろんこういう時期だからごめんなさいって意味だったら、もしかしたらそれはね、うん、そうなのかもしれませんけども、なんかね、なんか妙な話なんですよ。しかも、党の幹事長代理を辞任したとか言って、別に幹事長代理辞任しようが辞任しないが知ったことかって話ですよ。国会議員を辞めろよって。だから総合会の方ね、国会議員を辞めろっていう風にこれ言ってくださいよ、これを。みんなで。だって、 公明党お願いしますって私たちの、あの、何ですか、一票にすごく期待してたわけでしょ私たちの一票欲しいと思ってたんでしょでも、そうじゃない時が出た時っていうのは、私たちの一票を無駄にしたわけですから、それは責任を追求してほしいと思いますよ。総合学会の皆さんだったら、うん、そういうふうな、 ね公平って何なのかなとかね、国民目線って何なのかなって分かってくださると思うんでね、こういう時はこういうふうな権力者に対して立ち向かっていってほしいなと思いますよね。えー、遠山市によると2019年6月から10月に地元の公設秘書が、なんで昔のことじゃないか。2019年な最近じゃないんだ。もうね、だったらもっといいじゃないですか別に。いや待ってくださいよ。これね、2019年にキャバクラ3件行って9万円使ってね、 スナック行って2万円使って合計11万ですよ。2019年。いいじゃないか、こんなこと。で、しかも、そういうふうな昔のことをね、ほじくり返されて、立場が悪いから、こんな謝罪して不適切だったとか言って、全然ね、不適切だったと思ってないですよ、この人。だって、この時じゃ、でで,で、2019年6月から9月にね、6月から9月ですよ。だから一晩で行ったわけじゃないんですよ。こんなね、4ヶ月、5ヶ月の間に、キャバクラ3件、 ね、スナック一軒で二万円いいじゃねえかよ。月に一回キャバクラに行くことすら不適切だったっていう、どういう考えなんでしょうね、これ。全然不適切でもなんでもないでしょ。だからどこが不適切なんですかね。全くわかんないですね。で、遠山市は緊急事態宣言下に深夜に東京銀山クラブに行ったとして、あ、この前ね。 え、謝罪したばかり。これはだから良くないと思いますよ、さすがに。国民感情を逆なですると思うんですけども、相次ぐ不祥事って言って、そのずっと前じゃないですか、これ。この記事の書き方もちょっと悪質のような気がするなだからね、相次ぐ不祥事じゃなくって、これ、キャバクラに行ってお金使ったことが何が不祥事なんでしょうね、これね。 もしかしたらお金を使っちゃいけない使い方をしたのかもしれないですよね。公費でそれをキャバクラの経費にしたっていうのがもしかしたらいけないのから、それがあのダメだったってことなのかもしれませんよね。えー、本当にただ申し訳ない思いでいっぱいと陳謝したって、本当にそう思うんだったら国会議員やめろっていう話ですよね。うん。地元の皆さんも信頼を回復できるよう努力したいってよく言いますけども、だから要するにね、これからの仕事ぶりで、 か信頼を回復したいって言いますけども、あの、信頼される仕事ってのは当たり前ですからね。だからこれから仕事を一生懸命やるからって言って、失った信頼が回復できるなんて、もうこれ、ああ、大甘ですよね。うん。私はそう思う風に思うんですよ。まあとにかくね、こんなことをね、つらつら言い出して、もう自民党じゃないか、これは。自民党。公明党はやっぱり自民党の二軍という風なね、位置づけに、ますますなってきちゃったんですけども、どうなんですかね、公明党って必要なんですかね、姉妹には。 いや、自民党があれば公明党いらないんじゃないかなと思うんで、ぜひね、公明党の皆さんはもう自民党にもみんな移籍したらいいんじゃないですかね、ねこれは。公明党自身がいらなくなってくるような、私はそういう風に見えますよ、これは。うーん。だから公明党の中で、あの、もしね、この人はすごいいい人だよっていうのがいたら、ちょっとね、私もちょっと見ていきたいなと思いますんで、今日はね、勝手にいろんな感情的にわわ言いましたけども、もしよろしかったら、 公明党ファンの皆さん、公明党でこの人はいいよって方がいたらお勧めしてください。今のところ公明党さんの中ではですね、あの、しょぼい人しか私見ないんですよ。代表の方も込みで。ね、10万円、あの、与党に、与党じゃないわ。安倍総理に10万円の支出を決断させたのは私ですみたいなことで、ね、ポスター書いてますけども、だったら今回もやれよって話じゃないですか。もう過去の栄光なんですよね。 やったことはね、やりましたやりましたって言うけど、できなかったことはね、もう、なんか全然ポスターに書いてくれないというね。公平、公正でいきましょう。以上です。